ワンカットでも、ね、やりきれなかったっていうところがあると、もうその時点でもうその映像見たくないってなっちゃうんですよ。映像作っててもそうだけど、人と違うことをしたいし、ダサいをかっこいいにするのが一番かっこいいんじゃないかな。キャンプやるんで、荷物がいっぱい乗る車で、まあ、真っ先に浮かんだのがキャメルトロフィーに出てる黄色いディフェンダー、旅したいっていうロールプレイングゲームの冒険感をやっぱり味わいたいなと思って、自分を満足させたくて仕事も遊びもしてる。自分が納得いくまで遊び道具も追求したいし、この車とこのタイヤがあるから今まで以上に冒険心をかきたてられる気がしてます。